上記の図と同じ方向から見た、タンパク質 f k b p あるいは、FK506 結合タンパク質は、プロリルイソメラーゼ活性を持ち、シクロフィリンと機能的に類似しているが、アミノ酸配列の点では、類似していない、タンパク質ファミリーである。f k b p 類は、酵母から人まで多くの真核生物において、同定されており、プロリン残期を含む、タンパク質のためのタンパク質、 ホールディングシャペロンとして機能している。シクロフィリンと共に FKBP 類はイムノフィリンファミリーに属している。FKBP12 は臓器移植後の患者や自己免疫疾患の患者に対して用いられる免疫抑制剤のタクロリムスに結合することで重要である。タクロリムスはシクロフィリンに結合する免疫抑制剤シクロスポリンよりも 臓器拒絶を減少させることが明らかにされている。FKBP タクロリムス複合体とシクロスポリンマイナスシクロフィリン複合体はどちらもカルシニューリンと呼ばれるホスファターゼを阻害することによって T リンパ球シグナル伝達経路におけるシグナルを妨げる。この治療的役割はプロリルイゾメラーゼ活性とは関係していない。FKBP は通常は二量体を形成しないが FK506 の誘導体である FK1012 の存在下で二量化する。このため FKBP は、タンパク質の極材やシグナル伝達経路、タンパク質の活性化などを制御するために使用される、化学誘導に両体形成法のための有用ツールとなっている。FKBP ファミリーのタンパク質を高度している、一遺伝子には以下のものがある。ありがとうございます。